白鵬、ライブ相撲漫画、地獄の横須賀合宿で、一番辛い稽古とは、この9月1日に、新型コロナウイルス感染が確認された重量、北青踊北青方19は、宮城の部屋の期待の星である。本能はアリュナー、ラワニンジ、北海道札幌市出身で、出生地はモンゴル、ウランバートル、身長200センチ、 体重170キロの大器である、濃厚接触が疑われる他の宮城の部屋所属の力士は、検査の結果、全員が陰性だったが、今後、予定される協会全力士の PCR 検査の結果次第では、白鵬をはじめ、石浦、炎大鳥ら、宮城の部屋所属力士の9月場所全球も想定され、予断を許さない状況である、2021年9月5日現在。さて、 白鵬本議第18番は、地獄の横須賀合宿編だ。私が入門以来宮城の部屋は横須賀で合宿をしていました。大変辛くきつかったですねと白鵬が語る横須賀合宿だが、9代の宮城の親方、元小結、広志川が横須賀出身だったことから、1977年より、大相撲横須賀場所、横須賀合宿、別名様キャンプと称する合宿を実施。 白鵬は入門以来、同地で稽古を積んでいる。朝5時起床。近くの高校のグラウンドを借りての3番稽古。それが終わると、バスで土俵がある場所に移動。休む間もない、申し合いに、ぶつかり稽古。加えて、白鵬は、ライバルトール鉱山チルトの、トオカ狼愛うつ喧嘩稽古である。そして、次に待つ、一番に辛い稽古とは、一体、 気になる同時進行相撲漫画、白鵬本2第18番、地獄の横須賀合宿は、9月7日発売の、週刊朝日芸の9月16日号に掲載、わっけよい。